こんにちは、平山千佳です。今回は級別について説明します。まずこちらをご覧ください。1600人いる選手は一番級別の高い A1 級から A2 級、B1 級、B2 級と4つの級別に分かれています。半年間の成績で級別が決定します。それぞれの級別の基準はこちらになります。 A1 級の場合、全体の 20% が A1 級になることができます。2連対率 30% 以上、3連対率 40% 以上というのは、仮に100走した場合、1、2着を合計30本、1、2、3着を合計40本取らなければいけないということです。レースをしていると、転覆やフライングといった事故をしてしまう可能性がありますが、事故率を 0.70 以下にし、そして半年間で90回以上走らないといけません。それらの基準を満たした勝率上位の人が A1 級になることができます。次に勝率の計算方法についてです。着順点割る出走回数で勝率が出ます。着順点というのは、1着10点、2着8点、3着6点というように着順によって点数が決められています。ただし優勝戦の場合、1、2、3着は1点増しに、4、5、6着は2点増しになります。というように、一般、G1、SG それぞれ優勝戦も含め着順点が異なりますので、こちらの表をご参考にしてください。例えば A1 級の場合、前期ボーダーが 6.20 前後です。3着を取っても着順点が6点しかないので、ボーダーを下げることになります。 A1 をキープするためには 1、2着をいかに取るかということですね。このようにボートレーサーの級別は半年間の成績をすべて計算し決定します。4月30日で締め切り確定した級別は、7月1日から半年間の適用となります。また10月31日で締め切り確定した級別は、1月1日から半年間の適用となります。また級別表の規定以外にも、半年間を1期とし、4期トータルで 3.8 以上取らなければ大会勧告という厳しい制度や、半年ごとに養成所から新しい新人レーサーが約30人前後出てくるんですが、ボートレース場は24カ所、そして365日開催日数っていうのはもう決められているという状況で、1600人を超えてしまうとやっぱり稼働ができなくなるため、1600人を超えた時点から勝率下位の方から大会勧告という厳しいルールもありますので、その中で選手みんな戦っています。ここまで級別について詳しく説明させていただきましたが、なぜこのような話をしたかと言いますと、前期調子が良くても今期もいいという保証はどこにもありません。いいエンジンを引く時もあれば、悪いエンジンを引く時もあります。季節が変わればプロペラの調整方法も変わります。目に見えた成績が出るので、選手は気を抜くことができません。白熱したレースの裏側には、危険と隣り合わせの仕事だからこそ、選手はみんな命がけでレースをしています。選手一人一人が不安やプレッシャー、夢や目標など、さまざまな思いを持ちながら、ファンの皆様のため、家族のために懸命に走っていることをお伝えしたかったからです。観戦するときには、私たち選手をより身近に感じてもらい、今まで以上にボートレースを楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。おかげさまでチャンネル登録者数1万人を突破しました。ありがとうございます。これからもボートレースの魅力を心を込めて発信していきますので、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。